第3試合、あ、このテーマ曲に乗ってバトラーズの澤宗則入場です。その視線、気合入りまくりの澤宗則新鋭の登場です。柴田さん、はい、これはゴッドファーザー愛のテーマ、やはりこの人ですか。そうですね。ドン荒川の登場になりました。現在はフリー戦士、入場してこの独特のパフォーマンス、ドン荒川です。第3試合20分一本勝負を行います。青コーナー格闘探偵団バトラーズ174センチ80キロ、さあ、バチバチとビッグマウスをリンクさせます。澤宗則、赤コーナー175センチ100キロ、ドン荒川、驚異のオーバーシクシティです。ドン荒川168だよ。はい、今何かマイクで慎重に、あの、自分の身長ね、168だというふうに言ってましたね、はい、やっぱりそのあたり正確によろしく頼むよと、はい、あるんでしょうが、お、握手を要求して、うん、これも、あの、昔からですね、お約束ですね、はい、特に、あの、若手が相手ですと、はい、もう自分のペースにね、引きずり込むしかないですからね、差をつけてくるんですね。それに対して澤宗則、軽快なステップですよね、荒川さんもね、早いですね、はい、あ、今蹴りが任せったような形になりましたけれども、大ベテラン対いわゆるバチバチのニューカマーということになりますね、はい、もう親子子供ね、はい、61歳、ドン荒川、それに対して臆すことなく蹴りを見舞っていく26歳、サワー、てめえくれろ、お、てめえこの野郎と、ヘッドバット、そして決着、最後の蹴りはやや力なかった感じですかね。これもビッグマウスラウド、あ、なんだ、指を攻めましたよね、そして干潮攻撃ですか。まさに変幻自在、あの、指と指の間の谷の部分ですね、はい、はいはい、そして張り手、猫だましじゃないですけどね、フェイントがうまいですよ。もう何を二人が見せつけてくれるのかなと思いましたが、サワーはやはりこれしかないですね、ワンウェイファイト、サワーが打撃を仕掛けていきます、打撃戦を仕掛けていきます。対するドン荒川、組んでから地獄好き、目つき、これ厳密には柴田さん反則ではありますがね、まあ、間違いなく反則なんですけどね、はい、5カウントまではいいと、はい、いうことなんでしょう。そうでしょうね。いや、この戦いもですよ、ビッグマウスラウド流の実験の一つなんじゃないでしょうかね、はい、いや、最初に澤選手にとってもね、いい勉強になると思いますね、はい、そうですね、あの、惑わされずにね、はい、あの、本当に、でも澤選手もガンガン言ってますよね、はい、問われる部分が多いわけですが、それに自分なりの答えを出しています。さあ、足の取り合い、あ、これは荒川の方が足を奪っていますね、アキレス腱固めですか、あ、そして、あ、グリグリと、あの、骨の中央でね、はい、やってますよね、あれは効きますよね、拳を押し付けて、うん、サワの方が今度は顔面にサミング、肘も決めて、肘でやってますよね、これはね、はい、右の肘で、はい、右の足痛めつけています。柴田さん、思い出せばですね、新日本プロレス時代、はい、若手からも恐れられていたことがありましたからね、はいはい、荒川さんをどう乗り越えていくのかね、はい、新日本のヤングライオンたちにとって一つのね、試金石でしたからね、高い壁でした、はい、あ、そしてこれは蹴りを正面から受け切っています、食らっています、倒れませんね、うまくロープにもたれかかってましたね、はい、あれでもドラゴンスクリューは
後方に背中と頭をつく倒れる形になりました。何ですかタイム、はいはい、タイム。これはお客さんも大喜びですが、何でしょう、カウント確認してますね。カウントの確認、場外カウントの、はいはい、もうあの柴田ラベリーともね、新日本時代からの、はい、盟友ですからね、ある意味息ぴったりと言いますか、はいはい、まさに荒川ワールド、うん、顔面をバチバチ張っていく、ハイキック、顎のあたり。しかし、その後すぐに立ち上がってきますからね、はい、動きが止まらないですよね、荒川さんはね、タイムはしますけどね、はい、なんという61歳でしょう。これに対して澤宗則、フィギュア4レッグロック、どうだ、20分の一本勝負、時間はたっぷりあります。締め上げる、締め上げる、何を言っているのか本当に聞きたくなるんですよね。バントね、はい、バントの掛け合いもね、ありますからね、助けて、いけ、ほら、つけろ、つけろ、ほら、これには澤、うん、さらに締めるしかありません。ロープは、これは無理ですよね。でも思わず押してしまいそうですよね。はい、なんとか匍匐前進、ロープに手が届きました。ここで5分経過のアナウンス、澤がどんどん攻め込んでいく、おっ、シャイニングウィザードのようになりましたが、返した、防御して、ボディスラム、蹴りを返す、いや、かわす、荒川、後方に回って同締めの体勢から、おー、これは跳ね降り、そして顔面締めという形になりましたかね、はい、複合技ですね、はい、しかしですよ、柴田さん、はい、あの技に入ってからのフィニッシュまでは短かったですね。あのただのね、コミックな動きだけではない、トリッキーな動きだけではないんですよね、荒川さんはね、はい、昔のレスラーというのはみんなそうですね、うん、そうなんですね、はい、いや、澤にとってはまさに勉強の時間になったことでしょうね。いや、まさかこんな形でね、はい、決められてしまうとはもっと見なかったんじゃないでしょうかね。まあ、試合が終わってノーサイド、握手を交わした2人ですが、これは恐ろしい荒川が見られましたね、はい、あっと、しかしやっぱりやってくれました。しっかりとこけて見せてもくれました、ドン荒川が勝利を決めています。